上原浩二さんがリアルニャウトと呼ばれている理由に対する完璧な回答がこちらを。接点はないです。単純に日本勝利の瞬間大谷の最高の栄光の場面前後に黙ってました。牧原や中井が大はしゃぎする横で、テレビを見ていても上原消えた?と思うくらい、リアルにニュートしてることをリアルニュートにかけただけです。背景としては2年ほど前から大谷が活躍してメディアに取り上げられるのを上原は苦々しく思っていたようで、たびたび指摘されていました。本人も嫉妬深いことは認め、現役時代にも松坂に嫉妬していた様子でした。大谷へ嫉妬してないと本人は言ってはいますが。例えば、頑張ってる選手の例に大活躍の大谷を省いたり打率が低いと言ったり、ワールドシリーズに出てないことや東海岸の強豪チームにいないことをほのめかしてました。暗に自分の凄さを認めてほしいんだと思いますが、本人は嫉妬に無自覚でもある程度ネットでは大谷嫉妬おじさんと認定されてネタにされてました。そして9回表大谷登板矢印黙る、四球矢印球に饒舌になりウキウキで話し出す、月通矢印黙る、ゲームセット矢印黙る。四球で饒舌になったことで、水差したくないとか演出で黙っていたと言い訳もできなくなり、大谷アンチとしてかなり認知されることになりました。その象徴としてリアルにニュートしていた、上原リアルニュートとネタにされることになりました。完璧やん、わかりやすい。これは完璧。この場面の映像見てみたいわ。地球で饒舌はポイント高すぎるやろ。大谷が嫌いというか俺に注目して俺を褒めてってだけやからな。雑草やししゃあないで。人間性が演出なだけで悪い人ではなさそう。松原、うっほほほほほ。上原、松原、うっほーストレート勝負かな?上原、ストレートでいいですね。松原、うほースライダーかう。上原、牧原、うわぁすごい、やっぱっか帽子投げるんだー、上原。牧原ウキウキで草。牧原のウキウキぶりはお祭り感伝わってきてよかった。これの牧原評価されてるけど、ワイはメキシコ戦のサヨナラの場面の方が好きだわ。佐々木と仲良く狂気乱舞でお祭り騒ぎで楽しかったわ。佐々木に抑えって辛いねーっていうの好き。現役時代にボロボロのボロ雑巾をさらにズタズタにされるレベルに叩かれたからな。まあ抑え牧原は当時ガキの愛から見てもクソやったし残党。